はい、皆さんこんにちは、ワンダリグルビジです。では今回はパワープロ2020栄冠ライン続きをやっていきたいと思います。前回はね、満身から笹岡、清宮、丸岡っていうね、この3枚看板を要して2回戦突破をかけた戦いをしたんですが、まあ残念ながら逆転負けをしてしまったということで新チームになります。ではスターティングラインナップですね、ご紹介していきましょう。まず先発は高津です。球速143、コントロールが52、スタミナも52です。でシンカーが2球種でスローカーブを持っていて、ご覧のような特殊能力になっています。まあ高津でね、この今から試合をする秋の大会になるんですけども、この秋季大会を戦っていこうということになりますね。でスターティングラインナップなんですが、1番前川、阿部日持ちなので、まず先頭打者で出てもらう。で2番に神戸、パワーヒッター持ちですね。パワー B まで上げています。この後走力を A ぐらいまで持っていけたらいいかなというふうに思っています。3番石垣、ミートパワー C、 そして4番下川、ミート70、パワー66。この後ですね、パワーを少し鍛えていって、まあ、長距離が打てるね、バッターに育ってもらいたいというふうに思っています。で、5番に宮城、6番に福留、で、7番にファースト1年生の大道を入れています。対左投手へチャンス B。なので、上位打線でね、作ってもらったチャンスをこの大道でしっかり返していくというのを想定しています。では、これで。まずは初戦、勝ちに行きましょう。高津がね、笹岡に比べると、まあ、少しやっぱり見劣りする能力に現状なっているので、高津が、まあ、4失点以内に抑えてくれて、打線で打ち勝つというのを想定しています。まずは神野の1打席目。神野がね、一番、この二次高校の新チームの中では、能力値的には高い選手になってます。なので2番に座ってもらって、2番最強打者説をね、ちょっと今回使っていこうかなというふうに思っています。1点先制してくれてますね。ここはセンター返し、くせ者使いましょう。7なってましたからね、戦術値が。これは入りますね。前川のツーランホームラン。続く神野、これは切れていきますね。4番のね、下川がパワーヒ持ちで、流し打ち、初球丸とか打撃系の特殊能力結構持ってるんで、4番の前川、下川の前にある程度走者を貯めておきたいかなというところですかね。1番には、1塁には大道に入ってもらってます。ここはラッキーボーイをもう使って、年齢も出して、しっかり、0点でいってもらいましょう。3塁に入ってる福留は、なんでもない。なんでもないって言うとあれですけど、普通の福留です。転生プロではない。当たりはいいけど、これはレフト、ライト、正面ですね。パワーヒ持ちパワービー、ここは追加点が欲しいので、引っ張りでホームランを狙ってもらおう。神野ここまで2割6分5厘。ホームラン1本。そしてここから期待の持てるクリーンナップですね。ゲッツーだけが怖いんで、ゲッツーがないようにだけ行ってもらえて、ゲッツーだー、相手の守備の乱れで助かりましたけど、完全にゲッツーでしたね。そして下川、闘魂。引っ張りでホームラン。ちょっと待ってね。でも流し打ちが得意だったよね、下川ね。入った。流し打ちでホームラン。前川のスリーランですね。これで9対0。
もう1点取ればコールドゲームっていう場面ですね。いや、打線もここまで爆発してくれると、さらに神野もサヨナラホームランですね。はい、これで10対0で初戦突破ですね。サヨナラはないですね、表の攻撃なので。ただホームランがここまで出てくれたので、この先も期待が持てそうです。では2回戦目です。同じようにスターティングラインナップは組んであります。いきなりチャンスで神野、まだ初回なのでね、選手の自主性に任せていきましょう。ノーアウトランナーが三塁二塁とチャンスを広げて、上位打線クリーンアップですね。これは神野の逆転スリーラン。いや、神野はすごく期待できる、信頼できるバッターに育ってくれたな。お任せにしておいても安心できますね。3割4分2厘、ホームラン3本。これもいい当たり。まあ残念ながらね、センターのいい守備に人性の当たりが阻まれてしまいましたけど、今の当たりなんかすごく良かったですよね。で、石垣。ここは狙っていこう。追加点を。これもいい守備だな。抜けててもおかしくない、そんな当たりでしたけどね。では神野7回裏です。ここはもう最後の攻撃チャンスになると思うので、神野狙ってってもらいましょう。では最終回ですね、2点しかリードがないので、ここはですね、このまま高津でいきましょう。甲子園にそろそろちゃんと出たいなというのがあるので、伝令も惜しみなく使います。ここを突破すれば次は地区大会になるので、地区大会でも勝てればね、春の選抜には出場できるという状態になります。よし、福留が抑えてファースト大道に送って県大会勝ち抜きましたね。では続いて地区大会の方に進んでいきたいと思います。はい、では地区大会の方に進出しています。オーダーは前回と同じですね。今回の注目選手は高津にしました。ピッチャーですね。で、高津の方はシンカーの変化量4まで上げてます。なので、ここはですね、変化球中心で攻めていきましょう。はい、高津なんですが、2回の表ノーアウトランナー三塁一塁のピンチです。ここは変化球中心でいきましょう。まあ1点はもうしょうがないかなっていう場面ですね。ただここで連打を浴びて大量失点ってことになると厳しくなってくるので、まあね、なんとか失点を食い止めていきましょう。変化球中心でいきます。高津はスローカーブ、シンカー、あと高速シンカーを取ってますね。これも1点追加点という形で勝ち越しを許しました。なおランナー2塁、9番宇田、持ってかれた。マジか、結構強いな。さあ、上位打線になってくるので、ここはちょっと相手のね、特性をしっかり見極めて攻めていきましょう。土肥くん、ミートが D、 2番アラはミートが D、 福倉まで回るとパワーがあるんだなってことは、1番2番でなんとか切っておきたいですね。低め中心でいきましょう。これも進塁打になるんだよね。まあ、高津はやっぱりね、シンカーの投手、変化球の投手なので、
変化球でねしっかり、アウトを取っていかなきゃいけないんですが、3点取られて逆転されてます。そうだよね、よくよく考えたらこれピッチャーを自分で注目選手にすると攻撃が、うーわトンネルか、4番下川のトンネルか。ここはね我慢して投げていきましょう。はい、9回の裏3点ビハインドになってます。高津がね打たれてしまって7点を取られている状態ですね。これは厳しいんですが、なんとかね、最後の1人まで頑張ってほしい。ツーアウトランナーなし、これは切れていく。まずはツーアウトですがランナーを1人で福留ですね。強心臓を使う場面ではないんだよな。センター返し、へばっている、相手に打ち上げましたね、残念。いや、やっぱりあの注目選手をピッチャーにするのは良くないですね。はい、では夏の大会に向けて頑張っていきたいと思います。タイピンが E に下がった、高津打たれたからな。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあとアドバイスですねいただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。